では始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、セルタが終わった、フィーストウィークですね、が終わったんで、どんな感じだったのかっていうのをちょっと話してみたいかと思いますね。まあ、楽しいは楽しいですけど、辛いは辛いですね。課題の量が半端じゃないので、そこが大変ですね。まあ、英語の生活自体は楽しいですね。いや、昔の学生時代に戻った感じで、すごく楽しいですね。で、まあ、コースはですね、8 people ですね、8人いるんですけども、僕と2人、日本人は2人ですね、もう1人の方は、まあ、生放送なのでも話したんですけど、僕の放送も見てくれてたっていうですね、方だったんで、一緒にやってます。で、あとはアメリカンですね、アメリカ人が2人ですね、One from New York, the other from Miami ということですね。あ、マイアミからの人はコロンビアのですね、移民の人でしたけど、その2人ですね。で、イングランドから1人来てて、で、オーストラリア、で、あとはシンガポールですね、シンガポールから2人っていう感じですね。はい、それで8人って言ってますね。先生は、2人ともイギリス人ですね。1人はスコットランドからですけど、スコッティッシュは別に話してはいないですね。イギリスのアクセントですね。でも2人ともちょっと違うアクセントですね。はい。なんで、いや、面白いです。イギリス英語に基本的には長い時間触れてる感じがしますね。だから、いろんな英語読んでる時にですね、まあ、入試問題解いたりしてるんですけど、夜中に。英文読んでて、いつも頭の中にこう音が出るんですけど、それアメリカ英語だったんですけど、だんだんなんかイギリス英語が頭の中に出てくるようになりましたね。そんな変化を感じていますが。で、課題みたいなものの話をちょっとかもうちょっとしていこうかなと思うんですけど、まあ、まず最初は教え方に関する授業があるんですけど、ですね、それを、で、午後からなんですけど、授業はね、午後からなんで、12時から12時からですね。12時からまず90 minutes、90分インプットですね、があります。インプットって言って教え方を学んだりとか、グラマーとか、今日はプロナンシエーションですね、発音について学びましたけど、そういったもののセオリーはそこまでアメリカでテフやった時のようには多くはなかったですね。もっと実践的ですね。どういうふうに教えるかとか、どういうふうなですね、レッスンプランを立てるかとか、そういう感じですね。専門用語結構いっぱい出てくるんで、そこ大変ですね。ネイティブの人たちも苦労してますね。はい。で、そこが終わって、まあそうですね、ネイティブの人より専門用語に関しては自分の方が圧倒的に詳しいので、なんで知ってんのみたいなですね、言ってるんですね。言われますよくですね。まあまあ、これアメリカ行った時も同じなんですけど、なんでそんなグラマーについて詳しいんだみたいにですね、言われながらやってますね。で、あとは、それが終わって1時間休憩があって、まあランチタイムですね、ランチタイムがあって、でその後またインプットがあって、でインプットが終わると今度はですね、レッスンプランのですね、タイプですね、レッスンプランの作るのに分かれますね。2つのグループに分かれて、片っぽ4人がハイインターミディエットを教えてですね、はい、アップインターミディエットか、アップインターミディエットとローインターミディエットですね、教えてるんで、で 4のグループに分かれますね。で、でその中で2人はその日に教えるんですよ。2人はその日に教えるので、その、ま、前日に教えたもののフィードバックの時間があって、その後はもう自由にこの2人は授業準備するって感じですね。で、あとの2人は次のですね、次の日に教える、そのレッスンプランを見たりとか、する時間になります。で、まあね、これは今度月曜にやるんですけど、で、今日そのレッスンプランを見るやつで、昨日夜中の2時まで準備したんですよ。夜中の2時まで準備して、で、これを見せたら、ここはやんなくていいねって言われてですね、それをはい、ズバーッつって、ね、ボツにされたっていう。いや、結構面白いです。まあ、そのボツにされたわけとかも面白いんでね、いずれ話そうかなとは思いますね。これ本当に日本の英語教育とは全く違うっていうのがよくわかるところなんで、今度ぜひ話したいなと思いますけど、でね、そのボツにされて、もうショックです。また作り直しなんで、今日夜中ですね、この動画編集したら、また作ります。私、レッスンプランですね。また書きます。はい。大変なんですけど。で、それが終わって、今度はディナータイムですね。はい。ディナーのお時間ですね。これまた休憩があって、ディナータイムって短い。これ 5時ぐらいなんでね、5時ぐらいになんで飯食う時間だと思うかもしれないですけど、それで、
だからご飯食べてもなんか食べたり食べなかったりですね。でそれが終わったら、このいよいよ授業ですね、実際の授業ですね、この授業を受けに来るですね、生徒さんたちがいるんで、でその人たちに対して、1人45分ですね、で2人教えるので90分の授業をするって感じです。で、で他のその授業してない側はオブザベーションですね、見てでこう感想を書いたりしますね。でそれが終わるとなんかですね、フルエンシープラクティスみたいなのがあって、スピーキングの時間がですね、生徒たちにはあるんで、で、それをやります。教えてなかった2人の先生が大体ですね、主導権を取ってですね、教えてて、で、教えてた先生は後ろでフィードバックを書くんです。フィードバック書いて、で、フィードバック書き終わったら、提出して、で、その後はそのフルエンシーアクティビティーズに参加できますね。まあ自分なんかもう、しかしすぐにバーッと書いてですね、そのフルエンシーアクティビティーズで。ね、そのもう遊んで喋りたいっていう感じでやっていますね。うん、もうすごく面白い感じです。こんな感じで1で家帰ってきて、で大体9時ぐらいですかね。で9時ぐらいに帰ってきて、そこから課題やり、なんで12時とかですね、なりますね。あと次のレッスンやんなきゃいけないので、準備しなきゃいけないので、レッスンプランとレッスンマテリアルですね、それを作るので、なんでまあ12時は過ぎますね、大体。で、その後自分自身は仕事します。なんか入試問題見たりとか、教材作ったりとか、執筆やったりとかですね、そんな感じで、送っています。で、あ、まあこれだったら、それでもなんか YouTube のビデオとか編集する時間あるんじゃないかなと思ってるんですけど、無理ですね。レッスンプランですね、どんどん長くなっていくんですね。プロシージュールって何をするかだけ書いてたんですけど、来週からはもっといろんなものを準備しなきゃいけないので、そのプロシージャーだけっていうのは、そのレッスンプランの一部なんですね。で、最初のウィークは大変だからっていうのをその一部だけやるんですけど、ですね、今度は、ウィーク2に入るとですね、その、板書する、その板書も書かなきゃいけないですし、ですね、それも書かなきゃいけないし、ボキャビュラリー教えるんだったら、そのボキャビュラリーも書かなきゃいけないです。でですね、どういうボキャブラリーをどうやって教えるかみたいなのも書かなきゃいけないので、もっと細かくいろんなことをですね、書かなきゃいけない。あとエイムですね、目的ですね、それぞれの目ですね、このアクティビティの目標とか目的っていうのを全部書いていかなきゃいけないので、非常に大変です。めちゃくちゃ大変なんですよ、ほんまに。なんて生徒のこれが、私の課題地獄でございますので、はい、どんな、感じだったのかっていうのはこんな感じです。はい、こんな感じの日々の生活を送っております。はい、辛いですけども、まあ、頑張ります。まあ、ちょうどいい機会なんでね、頑張っていこうかなと思います。ね、はい、Thank you for watching. ご視聴。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.